ちわスタジオ。こんばんは。今夜も始まりました、夢を語っていいですか。今日もナビゲーターを務めさせていただきます、体と心を温めるあったかいプロジェクトの村岡俊恵と申します。さて皆さん、これなんだかわかりますか。これご覧になったことありますかね。はい、これ実はタカラガイっていうとっても珍しい貝なんですね。実は今日お招きしているとっても素敵なゲストの方は、このタカラガイを使ったマッサージをされているセラピストのお二人なんです。早速ご紹介したいと思います。奇跡のタカラガイマッサージ考案者でいらっしゃいます久保田薫さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてもう一方、同じくタカラガイマッサージをされているアロマ生態セラピストの藤本かなめさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日のゲストのお二人、とてもね、久々にちょっと女性の方をゲストにお招きして、私今日すごいリラックスできて嬉しいなっていうふうに思ってます。楽しくお話できたらいいと思いますので、45分間ですけれどもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、でこの宝貝もうすごい超気に入っちゃったんですけど、はい、さっきも本番前にちょっとこうやっていただいて、どうでしょう、私すっきりしてます、ちょっとちょっとね、こうくくってやっていただいて、すごい気持ちいいですよね。はい、でこのね、宝貝を使ったマッサージって私は今日初めて聞いたんですけど、これはそもそもなぜこの貝を使ったマッサージをやろうというふうに思われたんですか。はい、もうこの貝を使ってマッサージをしようと思ったのは、きっかけは本当に偶然としか言いようがないんですね。はい、でおそらくですね、どこか海の家だったりとか、はい、そういうところに、まあ、遊びに行ったり、あとは地方の方で海に近いところでこういう貝を見たことがあると思うんですけれども、はい、その同じようにですね、私多分自然なものが好きだったんですね。でそれこの家にあることが多くて、でたまたまこれを使って多分こう何かこうやっていた拍子に、あれもしかしてこれマッサージに気持ちいいんじゃないかなってピンときたんだと思うんです。そこから本当にそこからスタートです。はい、そうなんですか。そういう、こうきっかけというか、もともと誰かがやっていたのを取り入れようっていうふうに思われたというよりも、本当にこう久保田さんご自身が感じてこれをやったら気持ちいいんじゃないかっていうことで始められた。そうなんです。まさに考案者ですね。本当になんかこう、おそらくすごいもう昔とかを考えれば、いろんなところでこの会ってずっとあったものなので、どっかの地域でやっていたかもしれないと思って、で本格的にやり始める時にネットで、はい、こうシェルマッサージだったりとかっていう、まあ、世界中に多分あるだろうと思ったんで、検索し始めたんだけど、やっぱりなかったなかったの。でしばらく何年かしてから、はい、あハワイだったり、まあ、ハワイが一番早く見つかりましたね。ハワイでこの宝が見たマッサージの絵、それは文章でしたね、はい、メニューの一つとしてシェルマッサージだってこうずっと英語で書いてあったんで、あ出てきたなっていう感じで思ってました。あじゃあこの貝を使ったマッサージそのものが歴史的には新しい、そうなんですかね。本当は、本当はもしかしたら、その宝貝自体は有史以前からあるんですけど、もう私が触ってこれ気持ちいいなって思うぐらいだから、本当にお猿さんがこうやって火を起こしたのと一緒で、もしかしたらその土地、いろんな地域でその使ったことのある人はいたかもしれないと。そうですよね。
本当にこう自然な本能的にこういった自然のものを使って体を癒すということを古来から人間はやっていたかもしれない。でそれを久保田さんの本能が呼び覚ましてしまった。そうですね、すごいですね。なんと久保田さん、はい、お猿さんと同じような感じと思っていただければ、はい、ちょっとこうね、はい、お猿さん的な感じで、はい、ああそうですか、すごい非常にこう、まあ、オーガニックというかナチュラルというか、じゃあ今日もそういったお話をね、たっぷりお聞かせいただきたいと思うんですけれども、はい、実はですね、皆さん今日もこの番組ユーストリームということで視聴者の皆様からのツイッターでのご参加を呼びかけさせていただいております。知ってる方いらっしゃいますかね、この宝貝まさに宝貝っていう存在そのものをね、初めて聞いたって方もいらっしゃるんじゃないかと思って、私もさっき宝貝ってお寿司屋さんで食べれるんですかなんてバカな質問しちゃったりなんかしてね、じゃあこの宝貝って何なんですかとか、じゃあこのマッサージってねどういうのなんですかとか、ね、どこで受けられるんですかとか、どういったことでも結構です。どんな質問でも受け付けさせていただきますので、ぜひ皆さんツイッターでのご参加をよろしくお願いいたします。ツイッターで参加していただいた質問に関して番組の中で取り上げさせていただきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、ではね、じゃあ早速ね、もうどんどん宝貝についてちょっと掘り下げて聞いていきたいと思うんですけれども、はい、今お持ちになってるこの本は、はい、まさに宝貝ブック。そうなんですよ、はい、宝貝っておそらく皆さんいろんな宝貝があるっていうのをあんまりご存知じゃない方が多いようだったので、はい、今日ちょっとお持ちしたんですが、宝貝っていうだけでこの分厚いこのくらいの厚さですね、このくらいの厚さの本が、はい、2冊出てます。宝貝ってこんなに種類があるんですか。そうなんです。もちろん日本、はい、だけの品種っていうのもあったりとか、あ日本にも、はい、そうですよね、はい、日本で見つけられたんですもんね、はい、この私が取り扱っている貝は、はい、失礼しますね、こちらの方は、はい、星だからと言います。星だから、はい、これは宝貝の名前、日本の名前っていうのは、はい、見立てっていう伝統的な名前の付け方なんですけれども、はい、その昔はこういうイベントだったりとか写真とかもない時代なので、はい、名前からこう想像できる、どんな貝かなって想像できる名前を付けるんですね、はい、それが見立ての名前の付け方ということで、はい、この星だからっていう日本名和名なんですが、はい、やっぱりこういう広い大空のようなところに星が点点点点ってあるような、なるほど、ロマンチックですね、はい、そういうロマンチックな本当に名前が和名としてついてます。そうですか。英語の名だとタイガーカウルで、はい、いや私もね実はさっきね、はい、トラフグみたいだなって言ってた。ああ、はいはい、こういう感じですね。そうプカプカプカみたいな、はい、うん、そうですか。星だから、はい、これは星だからで、主にこれを使って施術をされてらっしゃる。そうです、はい、施術の方法として今こう携帯ちょっと作っているんですけれども、じゃあちょっと藤本さんをちょっとお借りしまして見せていただきますけれども、はい、はい、ですね、こういう宝貝のマッサージって、こういう洋服の上からできちゃうのがすごくいいんですね、はい、でこの私たちラウンドって呼んでいるんですが、一番この丸いところですね、このラウンドを使ってマッサージをします、はい、こんな感じですね、はい、この肩甲骨に沿ってこういうふうにマッサージをしたり、そんな全然力は入れない、ね、全然力入れなくて結構です、逆にその宝貝マッサージ その特徴としては、はい、こうものすごい勢いでグッグッてやるわけではなくって、本当に表皮の軽さ、軽くさするっていう意味なんですけれども、はい、軽くさすっていただいて、まずはその筋肉だったりとか、はい、この体に対してまずは落ち着いて鎮静してもらうっていう意味で、はい、ラウンドでとってマッサージをしていくっていう特徴、すごく特徴的だと思います、はい、
で、あとはポイントとしてある程度こうプッシュしたりっていうところもあるんですが、ほとんどはこう流していくっていう、うん、それによって、まあ、血液であったりとかリンパであったりとか流れを良くするっていうことができるわけですね。そうですね、受けていただいた方に今アンケートを書いていただく、体験の、募集してやってるんですが、最近多いのは受けた後に箱抜けは本当に軽くやるので45分ぐらいしかやらないんですけれども、もう体がポカポカしてなんかすごく熱くなってきたっていうのに、じゃあね、本当に血流が良くなったっていうことですね。じゃあ冷え性の方なんかにもすごくいいですね。まさにあったかい感じ、おすすめです。おすすめですね、このおすすめです。はい、トラフグ貝じゃなくて宝貝です。宝貝、はい、そうです。今ね、実際にこう実演してやっていただいたんですけど、どうでした藤本さん？すごく気持ちいいんですよね、滑らかさが伝わってくるので。あ、滑らかですよね、すごく、で結構これ重みがあるんですよね、見た目より ね、すごく重みがあってちょっと心地いい重量感というか、で藤本さんご自身ももともとアロマセラピストでいらっしゃって、はい、それでこの、まあ、宝貝の魅力に、取りつかれてというか、でじゃあ藤本さんも久保田さんに指示して、このじゃあ宝貝をやってみようということで取り入れられたっていうことなんですよね。そうなんです、カオルさんに、ちょっとおいでって呼ばれて、こうスルスルっと軽く撫でてもらっただけで、あ、これすごく気持ちいいねっていうので、気がつきまして、で全身一度やっていただいたんですね。そしたら最初はやっぱり貝っていう意識があってやっていただいて、でも気持ちいいなと思ってるんですけど、だんだんこのぬくもりみたいなものが伝わってきて、あれ今手で押してるの？貝で押してるの？っていう感覚にだんだんなってくるんです。不思議ですね。でもリンパとかもすごい本当に流れちゃうんですよね、貝なのに、貝なのに、なのですごい温まるし、ぬくもりが伝わるってそこなんですよね、血流が良くなる。なるほど。何なんでしょう、例えばそれがね、自然のものではなくて作られたもの、例えばじゃあ金属であったりプラスチックだったらきっとそうはならないんでしょうね。やっぱりこう自然のもの、やっぱりこう生きているもの、だからこうね、感じるものなのかもしれないですよね。そうですね。で、そう考えるとすごく不思議ですね。で、本当に今おっしゃっていただいたんですけれども、もしそのマッサージの機器とか、マッサージに使えるちょっとこうなんだろう、木だったりとか、いろんなものあると思うんですけれども、この自然な、私何もこれ手を加えていないんですね、本当にこう生きていたものの、その中身、そのマントルと呼ばれるものがこうなくなった殻の状態ですね、貝殻の状態で、私何か削ったわけでもないし磨いたわけでもないんですが、このままの状態で使うことに実はやっぱり意義があって、でゴミには絶対ならない。まあ、逆に言えばその中身を食べるその地域もあるって聞いたんですが、それの終わったものなんですよね。すごくツヤツヤしてて綺麗ですよね。だから本当にそういった意味では、私はすごくいいものがたくさん出てるんだけども、本当にその身近にある何もない時代を考えれば、こう戻ってみると、自然回帰の限定回帰とかで話しましたが、そういうことを考えれば、自然から本当にいただいているもので、もし使えるもの、役に立つものがあるんであれば、それをもっと有意義に人間の知恵を働かせて使っていけたらいいんじゃないかなと思います。ね、さっきも久保田さんのお話の中であったように、もしかしたらまだ言葉も言語もなかったような、本当に大昔にもしかしたら大活躍していたかもしれない。すごいですよね。治療として使われていたかもしれないですよね。そう考えると本当にさっきおっしゃった原点回帰、原点に帰っていく、それをね、誰かに教えてもらったとかノウハウが伝わってきたとかではなく、やっぱり気がついてしまうっていうのが、やっぱりこう自然に呼ばれてるっていうか、もともとだからそういったこうネイチャーっていうか、その久保田さんがそういったものとこうつながりやすい、もともとそういったものがお好きな方なんですね。そうですね、はい、自然はおそらく、物心ついた時からというか、きっと当たり前のようにあったんだなと
思うし、はい、そのいろんなものを、まあ、メッセージを受け取っていたのかな。最近あのメッセージを受け取る、自然からメッセージを受け取るとかって言いますけど、はいはい、私なんか最近思うのは、はい、受け取っているようで、もしかしたらその読み取ってるんじゃないかなと思うんです。もっと人間はその自然のこう ありがたさみたいなものを感じながら、何かこう自分でその時代に解釈をして、そのメッセージをこう意味を読み取っていくんじゃないかなっていう気がしてならないですね。多分そこから工夫とかが始まって、私もやろうと思い始めたんではないかなと最近思ってます。はい、なるほど。それがね、まあ読み取れる人と気がつかないでね、通り過ぎてしまってたらすごくもったいないというか、ね、読み取れるってすごいことですよね。やっぱりこう感性を常に研ぎ澄ませてると、そういったものをキャッチしやすかったりするんですかね。そうですね、感性をね、本当に磨くっていうのは大切なんだろうなと思うんですけど、自然を大切にする気持ちが、はい、おそらくこう原点にあれば、何かに多分きっかけはすごくたくさんあるのかなっていう気がします。はい、特別なことはあまりしてないので、なんか、うん、はい、すごい大きいことは言えないんですけども、自然を大切にする気持ちはすごく、持っているつもりですね。はい、さっきお話ししていただいたね、宇宙の話、はいはいはい、すごい私感動して。あ、本当ですか。はい、そうですね、この宝貝の形なんですけれども、まあ、多分小さい頃こうやって耳に当てて、こう音を聞いたりした、思い出がある方がいらっしゃって、まだ若い方はもしかしたらいらっしゃらないかもしれないんですけれども、で、まあ、芸術家であり詩人であるフランス人 そのジャン・コクトーが、詩を読んで、私の耳には神の殻っていうことで、その海の響きを懐かしむっていう、そのすごくこう宝貝がその海のさざ波の音を記憶して、レコードを記憶して、それをこう耳に開けた時にその聞かせてくれてるんだよみたいな、不思議ですよね。で、これがどうしてかっていうと、この中がですね、実は巻貝、これを宝貝は巻貝の一種でして、こう巻いてるんですね。この中をぐるんって巻いてます。で、巻貝の一種で、この螺旋状にこう回ってるんですね。螺旋階段みたいな。螺旋状にぐるんって回ってます。で、小さい時はその巻きが弱いんですけど、大きくなるにつれて、こうぐる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 って螺旋がこうぐーっと巻いていくようになってるんですね。で、ここが空洞になっているので、それが反響して聞こえるんですけれども、先ほどのその、まあ、私が言った話ではないんですが、この宝貝のこの巻いている螺旋、その螺旋状の螺旋という形について、とてもいろんな方がお話をされていて、はい、でミクロのその、まあ、形、ミクロの、まあ、この世にあるものの最も小さい形っていうのが、はい、DNA の螺旋とするのであればって言って、はい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 、DNA がこうなって二重螺旋になって、その螺旋の形であれば、はい、じゃあマクロの形って何だろうって言った時に、そしたらビッグバンで銀河、宇宙に広がる銀河、で銀河も写真とかをよく見ると、星がこうやってずっと星がどん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 こう螺旋状にこう広がって、ビッグバンでずっと広がっていく、その銀河マクロの形もその螺旋の形をとっている、っていうのであれば、もしかしたらこんな簡単に手に持っちゃうこの同じ巻き貝のこの螺旋を作っている貝殻が、この聞こえてくる音ですよね、反響する音は、もしかしたら宇宙に、行ったことがないからわかんないですけど、宇宙にこう広がってるビッグバンのこうずっと広がり続けている音と、もしかしたら一緒なのかもしれないっていう話があったので、すごく私も感動しますね、その話を聞いた時に。だってね、大宇宙の中の同じリズムで生きてる小宇宙ですからね。そうですね。もしかしたらそう考えると、私たちの体の中も同じ音がするのかもしれないし、
あ、じゃあね、でもこれからほらどんどん宇宙に皆さん行かれてね、なんか宇宙旅行行くのに1回何千万とかって言ってますもん ね。じゃあどなたかの番組をね見てらっしゃる方で宇宙に行く機会のある方はちょっとね聞いてきてください、ね、確認していただければと思いますね。ね、その音がするのかどうか、まずこの宝貝の音を聞いていただいて、それを覚えていただいて宇宙に行っていただくとね、いろいろ教えていただきたいなと思います。本当に聞けば聞くほどすごくロマンだなっていうふうに思いますね。本当になんかもう想像するだけで癒される気がします。はい、でこれじゃあ実際にね、じゃあ実際に今宝貝のじゃあこのマッサージやってもらいたいなって思ったら、もう久保田さんと藤本さん以外に、まあ、日本ではね、はい、お願いできないわけじゃないですか、ね、じゃあやってもらいたいなっていう方はどうすればアクセスできるんですかね。はい、私のサロンのホームページがありまして、はい、サロン名はフロリエイドっていうんですが、フロリエイド、はい、カタカナ、そうですね、はいはい、カタカナでフロリエイド、はい、.com になるんですけども、はい、フロリエイドで、はい、検索していただいてホームページから、ウェブの問い合わせ予約ができるようになっておりますので、はい、そちらからぜひお問い合わせいただければと思います。じゃあぜひ、あ、なんかもう入ってますよ、なんか毎日使ってますよ、耳に当てても癒されますよね、チビがスリスリしてくれるよ、あ、お子さんにすごくいいですよね、みゆきさんという方からですね、ありがとうございます。あと、あけみさんっていう方、さっき帰って今から見始めました、あ、おかえりなさい、おかえりなさい待ってました、はい、じゃあ皆さんがね応援してくださっているので心強いですね。そうです ね、まあ、そういったことで本当にこう自然の力を大事に、本当にこう自然の力にもうそのまま本当に生かして本当に人を癒すっていう、今まさに現代で求められていることなのかなっていうふうにも思いますね。で、まあ、そういった活動をね、まあ、されていらっしゃる久保田さん、藤本さんなんですけれども、なんかちょっとさっき伺ったお話によると、なんかとっても素敵な女性の会に所属されていらっしゃるということで、その名も、月季会。はい、月季会です、はい、月が輝く、そうですね、月日が輝く会、はいはい、月季会ってどういった女性の集まりか、はいはい、女性が元気だったら、女性が輝くと家庭が輝く、まあ、そうですよね、はい、やっぱりお母さんは一家の太陽ですからね、はい、お母さんが元気がないと家庭も、ね、元気が消えたみたいになっちゃいますからね、はい、まず家庭が輝く、家庭が輝くとさらに社会が輝く、はい、そして世界を輝いていくという、はい、なるほど、非常にこうグローバリズムな、そうですね、はい、そういったまあ、あ、出てますね、書いてあります、はい、ね、月季会ね、まあ、月ってそうですよね、女性の象徴ですもん ね、月のリズムと女性のね、体のリズムはね、同じだって言われてるので、すごい言葉に発音こう言葉に出すと月季、月季っていう、この月季っていう、はい、この発音もとても言葉も大事って言って、すごくこう元気を出すための、はい、こう発音も考えられた、あ、そうなんですか、名前だっていうふうに聞いてます。月季って、なんかそうですね、月季って、なんか、なんかこう元気になってきます、ね、はい、そうですね、すごくあの元気な、はい、あの女性、はい、本当にバイタリティの方がすごく多いですし、はい、まあ、私がこの宝貝を一人でずっとやっていて、まあ、悶々としていてどうしたらいいんだろうなみたいな時に月季会に、まあ、誘われて、でそこで出会った人がものすごくいいねいいねと応援してくれて、応援してくれたのが始まってここまで来てるっていうのをすごく感じてます。なるほど、やっぱりね、一人の力は小さいけど、みんなで協力し合って、ね、そうすると広げていけるっていうことですよね。なるほど、でその月季会の中からさらに、そうですね、はい、これちょっと小さくて申し訳ないんですが、月季会の中から生まれた、はい、その GK っていう、グループがあるんですね、はい、これは月季 の GK という頭文字はいただきまして、でその中でもいろんな、
美だ、ビューティーですね、美しさだったり、はい、癒しだったり、あとは幸運、幸せだったり、はい、そういったサービスを何かこう提供することができるプロフェッショナルの集まりでして、はい、移動型出店グループ、プロ集団とかプログループっていう風に私たち紹介させていただいてます。なんかすごい、なんか素敵な女性の方がいっぱいいらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、あ、はい、佐久間さんからツイッター入りましたね。激会の紹介してくれてるって呼ばれてますね。はい、素晴らしいですね。やっぱり女性が元気だと本当に社会が元気になりますもんね。そうですね。まあ、素晴らしい活動をされていらっしゃいますね。いや、本当にね、例えばこれ耳つぼだったりとか、はい、アンチエイジングアドバイザーだったりとか、はい、あ、藤本さんいらっしゃいますね、アロマ整体セラピスト、ネイル、パワーストーン、ね、さまざまメイクの方もいらっしゃって、本当にね、さまざまなこう分野で活躍されている方が力を合わせて相互協力し合って世の中を変えていくっていう、はい、あ、素晴らしいですね。で、あれですね、その月期か、あ、その GK のグループの皆さんで復興支援もされてらっしゃるって、はい、そうですね、はい、具体的にどういった活動をされていらっしゃるんですか？はい、毎月、はい、銀座の TS ビル、はい、200ビルのところなんですが、はい、そこで、まあ、そのビル自体が、大きく外に看板が出ているのは東日本復興支援応援プロジェクトっていう形で出ていて、はい、で私たちそのチーム東松島っていう、はい、まあ、チームを作っていて、でまあ、そこでこうずっと私は2月からこうお手伝いに行っていたんですが、はい、5月になって、で初めてその、ビルの中側に入って2階ですね、はい、2階のステージを、はい、使ってチャリティーライブをしよう、ね、素晴らしいチャリティーライブですよね。はいはい、もうチャリティーライブをするからには人を呼ばなきゃっていうところから、多くの方に見ていただきたいですよね、はいはい、でもう本当にその路面店であればその通ってる人に声をかけて、うん、ちょっと買ってもらうっていうことはできたけれども、はい、今度中に入っていっちゃうので、はい、中にエスカレーターで上がってそこで座ってもらわなきゃいけないんですね、はい、でそのためにも2階がランとしてたので、何かその呼び込めるこう何かこうイベント的なものができないかどうかっていうことで、私たちこの GK メンバーにがですね、ブースを出させて、はい、出させていただいて、2階に上がってこうそのまますぐ帰ってしまうんではなくって、2階に上がってもうすぐライブ始まるんで、もしよかったらちょっとネイルとかできる体験とかもできますし、アロマのハンドマッサージもやってますし、ぜひこういうところも見てくださいって言って、ちょっとそこで時間を過ごしていただいて、それで、まあ、ライブが始まってライブの方にどうしたり、ライブが終わってからすぐ帰ってしまうんじゃなくて、はい、もうちょっとまだ時間あるなと思ったらそのブースで楽しんでいただけるっていうような、はい、まあ、お手伝いをさせてもらうということで始まりました。なるほど、GK出動ですね。 GK 出動です、はい、でもいいですよね、チャリティーライブをねご覧になって、本当にライブも本当素晴らしいし、アーティストの方々がね本当にこう皆さんに元気を届けてくれる素晴らしいステージがあって、でさらにGK のプロフェッショナルの方々に癒しと元気をもらって、すごくいい空間になりますよね。はい、そうですね。いや、これはもうぜひ続けていただきたいですね、はい、素晴らしい活動をされてらっしゃいますね。ありがとうございます。でね、さっきね、私その藤本さんと久保田さんから伺ったその東京にいる私たちだからできる支援っていうお話をね伺って、本当その通りだなってすごい感動したんですけど、もう一度その話を聞かせていただいてもいいですか？はい、はい、やっぱりこうボランティアって、はい、なかなかこうやりたいっていう気持ちがあってもどうしていいかわからないという方多いと思うんですね、はい、で行くにしても例えば、はい、私なんかも主婦なんですけれども、家庭を置いて被災地に行くっていうのは、うん、なかなかこうできそうできないことなんですよね。気持ちがあってもなかなか難しいですよね、ましては小さいお子さんがいる方だとか、ね、ご主人のお仕事の都合もあるでしょうし、同居、はい、されている方もいらっしゃるでしょうし、うん、でも何かしたいっていう方たちの気持ちっていうのすごく分かるんですよ、私たちも、はいはい、で私も実際やはり家庭がありますので、はい、被災地に行ってそれこそマッサージして差し上げたいぐらいですけれども、それはできない。じゃ何ができるんだろうって思った時に、ね、イベントに出展しているんですが、そのイベントに出展するのも
被災地に行ってる行った方すごいっていう目でやっぱり見てしまう、うん、あの偉いなっていう、そうなんですよ、偉いってなんか特別感があるというか、すごいわねっていう風に、ちょっとこう異次元の人みたいな風にね、取りがちですよね、そうなんですよね、でも、そう行ってなくてもできることやろうと思ってやってるんだっていうのって、うん、その行きたくても行けない、何していいかわからない方たちとのこの距離が近いんじゃないかなと、こう説得力みたいなものも、こう響き方も違うかなっていうことを思いまして、はい、だから行ってなくてもどんどんこう発信していくっていうことに意味があるなと思いまして、はい、続けていきたいなと、もうその通りだと思います、うん、やっぱり震災の、ね、直後っていうのはそれこそ必要なものが明確だったというか、うん、私たちも例えば募金をさせていただいたり、また足りないものがあれば物資を送らせていただいたり、うん、そういったことで協力を、ね、できたんですけれども、じゃあ震災からもう1年以上が経って今何が必要なんだろう、何をしたらいいんだろうっていうふうに思われている方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。でそういった方々が、じゃあ、今でも被災地に行かれてボランティアされている方たくさんいらっしゃいますけれども、でも本当にそういった方、ごくごく一部の方で、ほとんどの方が気持ちがあるけど何をしたらいいかわからないっていう方がほとんどだと思うんですよね。でそういった方々が、あ、それなら私にもできるっていうふうに思える活動っていうのはすごいことだなってすっごく思ったんですよ。なので本当にね、素晴らしい活動されているので、どんどん頑張っていただきたいなというふうに思いました。ありがとうございます、ね、今お話がありました、久保田さん、藤本さんが毎月ね参加させている、活動されているチーム東松島のイベント、8月もあるんです。来月は8月の18、19の土曜、日曜、この2日間ですね、はい、8月の18、19の、土日、こちらも銀座の TS ビルでこのイベントがね、やってます。で、2階では、1階では物産展で、本当にこう東北の美味しいものとか、もうお私お酒がとにかく好きでですね、東北の地酒に目がないわけなんですね、はい、で、美味しいお酒もありますし、その土地のものもね、いっぱい美味しいものもありますしね。で、また2階に行くとチャリティーライブ、もう本当に楽しいライブもありますし、また GK のメンバーの皆さんのね、はい、癒しと元気の、宝田正義やってます。あ、このそうだ、ね、宝田正義やってます。宝田マッサージをやりたい方は銀座に GO ですね。そうですね、はい、まずは、はい、ね、皆さんぜひこの宝ガイマッサージをぜひ体で体感してみてください。8月の18、19のこの2日間、はい、そうですね、はいですね、はい、ではですね、じゃあそういった模様が実は映像がありますので、はい、はい、ちょっと映像をお願いできますかね。現地の、はい、こうやって普通の生活が戻ってきている、こういう映像とか写真とかをちょっと見れるだけでも、なんかほっとするっていうか、そうですよね、徐々にこう普通の生活が戻ってきているのかなっていう感じが、なんかゴミ拾いしてるんですね。ゴミ拾いしてますね、宮戸島の、はい、こうやって自然も本当にやっぱりこう田舎、東京だとなかなかこういう、ね、機会がね、すぐにこう海があるっていう、ね、感じじゃないと、そう、その8月のね、18、19のイベントではね、こういった子どもたちの描いた絵画であったりとか写真が展示されてるんですよね。でそういったものを見ると本当にこう心が近くなるというか、こうリアル感を感じるんですよね。そうですね、本当にこうその土地には行かれないけど、でもなんか心が一つになるというような気持ちになりますね、はい、それがすごく大事だと思います。これ写真の力ですね。あ、これブルーインパルスね、撮れますね。このブルーインパルスもね、本当に東松島で去年やった東松島のフェスタの時にね、こう飛ばすことができて、でこのブルーインパルスっていうのが東松島の象徴であって、
これです。はい、夏祭り今年もあるんですよ。そうですね、はい、今年はですね、8月の25日に東松島夏祭り開催が決定しまして、はい、そして8月の18、19は銀座から東松島に発信するということで、あのイベントが開催していて、本当に東京とまた東松島と本当につながってる、心がつながってるっていうね、ことを私たち感じさせていただいて、はい、映像をご覧いただきました。なんかすごくキュッときましたね。そうですね、はい、ね、本当にあのそれぞれいる場所は違うけれども、でも心は一つで、うん、なんかこう支援っていう外から何かするっていうよりも、もう今は一緒になって作り上げていくというか、そうですね、はい、そういった思いで私たちはできることを、うん、やっていく、はい、もうそれを継続していくことが一番の力なのかなっていうふうに思いますね。ね、じゃあもう楽しみにしています、はい、8月の18、19の2日間、ぜひ皆さん、ね、この宝貝の自動的にこう切って出てきますね、はい、宝貝のマッサージもね受けられますし、また本当に東松島だけではなく東北のさまざまな名産品、それから美味しいもの、お酒たくさんあります。またあの楽しいイベントライブもありますので、あのぜひ皆さん銀座に足をお運びいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして8月25日の東松島の夏祭り、こちらの方もただいま準備が着々と進んでおりまして、もうぜひぜひ皆さんにお越しいただきたいんですけれども、なかなか現地に行かれないという方はですね、ぜひあのボランティアの方も募集しております。もちろんあの現地でのボランティアも募集してますので、行かれる方はぜひ足を運んでいただきたいですし、なんか今おみこしを担いでくださる方を募集してるそうなんです、はい、もう我こそはという男性女性の皆さん、ね、東松島でみこしを一緒に稼ぎませんか、ね、そういったも募集してますし、もう本当にさまざまな形でどんな形でも支援ができます。本当に皆様の真心を力に変えていただきたい、それが我がソーシャルツアーの願いでもありますので、どうかよろしくお願いいたします。お願いします、はい、こういった形でこう、まあ、お話を、ね、伺ってきたんですけれども、もう本当になんか今日はいや、お話を聞いてるだけで癒されちゃったなっていう気がいたします。なんかこれお二人のパワーなんでしょうね。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっとね、私ちょっとこの後またね、あの個人的に癒していただくということで、ね、番組の方がそろそろお時間が近づいてきてしまったので、ではここであのじゃあお二人の夢を語っていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ藤本さん、はい、いきなりの無茶ぶりで無茶ぶりですか、はい、2人一緒なんですよね。あ、そうですね、目指すものはやっぱり一緒、目標は一緒、お二人一緒に、はい、お願いいたします。ぜひ、はい、じゃあ金子ちゃん言ってください。じゃあフォローお願いします。はい、人の生活に、まあ、必要なもの、不可欠なもの、食住あると思うんですけれども、うん、ここに癒しのエッセンスを入れていきたいと思っているのです。私たち二、うん、人で衣食住に癒しが入ることで、そうですね、家庭にも社会にも世界にも余裕ができてくると思うんですね。確かに今一番足りないのは余裕だと思うんです。でこの余裕を生むのが癒しなんじゃないかと。でその癒しのエッセンスを、増やしていきたい、なんですかね、家庭に一滴、社会に世界に一滴、でそこからさらにどんどん増えていくと思うんですね、うん、その増やしていく活動を私たちはしていきたいと思っております、うん、はい、そういう社会になったらいいですよね、うんうん、それが夢です。はい、はい、もう素晴らしいですね。もう癒していただきたい。あの私たちみんなね、現代人は本当頑張ってるんでね、本当に仕事でも家庭でも皆さん頑張ってらっしゃって、それなのにもっともっと頑張んなきゃっていう風にね、で知らない間にあのこう自分の心と体をいじめてるというか、そういう方がとても多くいらっしゃると思うんです、ね、そういった方に本当に生活の一部として癒しを取り入れていただく、はい、それってすごく大事な活動なんじゃないかなというふうに思います。その癒しの突破口が宝貝だと、はい、宝貝、宝貝頑張って広げたいと思います、ね、よろしくお願いします。皆さん宝貝を応援してください。やりたいセラピストの方ぜひあの連絡ください。あ、そうですよ ね、はい、ね、ぜひこの、ね、宝貝セラピストでどんどん増やしていかないといけないですよ ね、はい、ね、なのでじゃあぜひ皆さん日本全国、はい、
広めていきましょう、はい、高台をね、はいはい、本当に癒しって本当に今の現代人にとっても必要なことだと思います。でもその癒しって遠いところにあるものではなくて、実は古来からあったこの自然のもの、自然のものに戻る、回帰することで本当に自分たちの心と体を癒していく、そういった活動をされているお二人です。今日は、藤本要さん、久保田香織さん、お二人の本当に素晴らしいセラピストの方にたくさんお話を聞かせていただくことができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ね、これからも頑張っていただきたいと思います。で早速あの番組終わったらちょっと予約をはい、させていただきたいと思います。ありがとうございます。ね、皆さんこれからどんどん多分忙しくなられると思うのでお早めの予約をお勧めします。 できればねこの宝貝のマッサージができる方を日本中に増やしたいなと思って今日はそれを願って番組を終わらせていただきたいと思います。はい、はい、それでは45分間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月このスタジオからお会いしたいと思います。さようなら。Much worse than the old Studio.